休みの日に自分のベッドの中でフェイスブックをこうざーっと見てた時に募集の広告があって、でなんかあこういうこともあるのねと思って見てたんですけど、なんかこう導かれるように気づいたら参加ボタンを押していたみたいな。今の自分も嫌いとは全然ないんですけど、うん、最強に大好きな私なのかどうかって考えた時に昔の自分の方がもっともっと自分を好きだった頃がそういえばあったなっていうのを思い出して、うん、あじゃあやっぱり私からなりたい自分にもう一回なろうっていう、うん、私史上最強に大好きな私になるっていう、素敵ですね。今も本当ぴったりの番組だなと思ったので、すごい真剣に応募しました。その鏡を見て驚愕した自分がいまして、なんか今までと全く同じ服を着てるのにすごく年を取った感じがして、このままじゃまずいなと悩みを変えたいってずっと思っていたけど、なんかそう変われない自分にすごく、なんだろう、悔しいというかもどかしくて、で今回 そのコンセプトを聞いて内面から輝くっていうのもあったので、これはぜひぜひやらせていただきたいと思います。ドリーム、あなたの夢を叶えます。The Dream 第1話、マヤジュンの The Dream の出演をかけたオーディションで選ばれた3人のドリームガール、その彼女たちにこの企画に参加するにあたっての胸に秘めた思いや意気込みを語ってもらいました。何を考えたとか何を思ったとかっていうのが全然こう記憶にないんですけど、あっって思ったらもう参加をしてたって。あーそうなんです。じゃあ仕事がハードワークなので、うん、なかなかちょっとプライベートをエンジョイすることがなくて、うん、今は、平日は、自宅と、職場を往復するだけ、週末は、まあ何か用事があれば出かけたりすることはあるんですけれど もう基本的にはお家にいてただひたすらもう寝るか一人でビデオを見るか自分ではあまりその気にはしてないかもしれないんですけど、ストレスは感じてるかなとは思います。もちろんですね、私営業をしているので、その人と接する部分っていうところで、あんまりこう好かれてないんだろうなみたいな、そういうこうなんていうんですかね、ネガティブなところは多分そうにあるのかなとは思います。私母親との折り合いがあまり良くなくて、はい、10年ぐらい前かな、もう親子の縁を切ってもらってもいいみたいなぐらいで家を飛び出して、もう全然音信不通だったりとかっていうことがあったんですけれども、で突然、ある夏のある年の夏の日に普通になんか、ああ体調悪いから今日休もうと思って、休みますって会社に電話したら、もうそのまま
あの病院に運ばれますみたいなことになってちょっとやっぱりいつもと違うなと思って母にちょっと来てほしいって一回も今まで頼んだことないんですけど頼んで来てもらってで一緒に病院について行ってもらってでそしたら病院の先生が、まあ、あと1日遅かったら多分まあ心臓止まってたかもしれませんみたいなそういう形で言われてで母は相当動揺したみたいでなんかこんなにこの子は頑張ってたんだみたいな、うん、でそこで初めて認めてもらって、うん、認めてもらってというか、うん、なんかそんなに頑張ってたんだねみたいな、うん、そんな言葉をかけてもらって、うん、で、まあ、すごいこうほっとしたのを覚えてますで、なんだ私一人じゃないんだっていうふうにすごい思ったことと、うん、あとはやっぱ母の愛情って本当にすごいなってそこで感じたのでなのでなんか私にはやっぱり家族は一つしかないんだなってすごい思いました。やっぱ一番大きいのはもう人の目を気にしない、うん、なんかもう全てというとちょっと言い過ぎかもしれないんですけど、うん、ちゃんとした自分軸納得した自分軸を持てるようになりたいっていうのが一つで、うん、それができたら本当に素敵な洋服自分が大好きな素敵な洋服素敵な身なりをして、うん、でもう大好きな彼氏と一緒に街を歩きたいなって思います。じゃあやっぱり私からなりたい自分にもう一回なろうっていう、うん、私史上最強に大好きな私になるっていうきっかけはなりたい私になるっていう、うん、あの番組のサブタイトルを拝見した時に実は私はお仕事でそのなりたい自分になるとか欲しいライフスタイルは手に入るんだよっていうのをお伝えしてる立場でいたのでそのサブタイトルを拝見した時に割とこう私ってじゃあ自分はどうかなって考えた時に、うんまあ、今の自分も嫌いでは全然ないんですけど、うん、やっぱ最強に大好きな私なのかどうか私からなりたい自分にもう一回なろうっていう、うん、私史上最強に大好きな私になるっていう、ね、すごい真剣に応募しました。私はあの家事代行業をしていてあのお客様のお宅を物質的に整えるお手伝いもしますしセミナーとかで思考を整えてその方が本当に何が欲しいのかとかあの一つずつ明確にすることで気づいたらあ欲しいライフスタイル手に入ってたわっていう風になっていけるようなアドバイスなどをさせていただいてます。あの太ってしまった自分がいるのでそれがやっぱりビジュアル的な自分を許せていないのかなって思って私実はですね、はい、20歳の頃のちょうど倍になったんですよ。倍ですか？そうです2倍なんです。あのよく結婚して10キロ太っちゃったのとかなんかねあの出産でちょっと15キロぐらいっていう話は聞くと思うんですけど多分2倍ってえっていうそうです。あの体重計を避けてたんですよね。なんとなくこれぐらいだろうなっていうあの甘い期待で過ごしてまして当然乗ったら全然違う体重になってるわけです。今42歳なので22年かけて倍になってるんですよ、はい、すごいたくさんあるんですけどやっぱり一番は今こういう着てるお洋服ってもうこの何年も着たい服は着てないんですよね。実は着れる服を着ているだけなのでやっぱりもともと私はワンピースとかスカートばっかりだったので痩せたらやっぱりもともと着ていた好きなお洋服綺麗な色のお洋服だったりワンピースだったりっていうおしゃれをして私はみなとみらいとか大桟橋が好きなので、まあ、主人と一緒にお天気のいい日にちょっとデートに行けたらいいなって思います。ある時お洋服を買いに行きましてでいつも通り試着をしてたんですけどその試着をした服を見てその鏡を見て驚愕した自分がいまして今までと全く同じ服をこう着てるのにすごく年を取った感じがして今までの服が全く似合わなくなってたんですね。でそこで初めてなんか年を取ったんだなというかその驚きがありましてでその昔から自信はなかったんですけどちょっとその外見が変われば自信がつくかなと思ってでも
挑戦をしたんですけどなかなかうまくいかずに、輝きたいけど輝けないっていう中で今回のコンセプトを聞きまして、うん、あ、これはもう絶対やらせていただきたいと思って応募させていただきました。なんか自分で言うのもあれなんですけど、昔に比べたら外見はちょっとマシになっていて、でこのまま内面もと思ったんですけど、やっぱりなかなかそこがうまくいかなくて、悩みを変えたいってずっと思っていたけど、なんかそう変われない自分にすごく、なんだろう、悔しいというかもどかしくて、で今回 の, そのコンセプトを聞いて、うん、内面から輝くっていうのもあったので、これはぜひぜひやらせていただきたいと思いました。自分が本当にやりたいことを見つけたいなっていうのがありまして、うん、なんか今までこう言われてるわけじゃないんですけど、こういう風にしないとなんだろう怒られるかなとか、そういう風に考えて、なんだろう、人の理想を生きてたというか、そういう感覚がありまして、なんか褒められるために生きてるみたいなところがちょっとあったので、そこをなんだろう変えていきたいなっていうか、まだその自分が何をやりたいのかちょっとまだ正確にはわからないんですけど、そこを見つけてそれに向かってこう努力して輝けたらいいなっていうのを、まあなんかそこはその時は自信がついてる予定なので、なんかちょっとそのモデルとかにも挑戦したいなって思っております。そしてこの3人のドリームガールの切なる思いに応えるべく、まやじゅんさんのもとに集結した8人のスペシャリスト。果たしてこの8人はどのドリームガールにどのようにアプローチしていくのでしょうか。まず最初のスペシャリストは、イメージコンサルタントの吉村直子です。でメイクで大切なのはやはり肌作りですね。一番面積が大きいところで、そこで先ほどの透明感、自分の肌に近い色、馴染む色っていうものを選んでしまうと、より先ほどのようにその色の影響を受けてくすみが強調されてしまうんですね。要は肌の中に黄色と黒の要素があるので、それを含んだ色を選ぶほどもっとその黄色、黒い印象になってしまう。なので逆に少し黄色みが少ない明るめのオークル系とか、あと少しピンク寄りのファンデーションを選ぶというのがポイントになってきます。そうするとくすみが飛んでパッと明るい印象になりますので、はい、今回は少し私がとにかくメイクも、うん、全てやって解説するという形だったので、うん、もう少しご本人にもちゃんとその透明感っていうのを理解して再現していただけるように、うん、そこをしっかりレッスンさせていただきたいなと思っています。そのセッションが終わってからご本人でできるようになるっていうのがすごく大事だ、はい、そうですね、そうですね、私は身につくというか、ね、はい、普段もお客様にもお伝えしてるんですけれども、うん、やっぱりもうその日一日限りのシンデレラみたいな、うん、はい、それだともう本当に、うん、あまり意味がないので、うん、やっぱり毎日特別な状態でいるっていうのをもうスタンダードにしていただく、うん、それがやっぱり一番目指したいところですね。やはりすごく上品なお顔立ちをされているので、やっぱりその品の良さっていうのを生かすというところは、うん、心がけました。由美さんは第一印象って、はい、どんな要素が原因で決まると思いますか。見た目の、うん、なんか輝き、ああ、いいですね、いいポイントだと思います、はい、そうですよね、0.5 秒で第一印象というのは決まると言われていて、本当に一瞬なんですよね。そのパッと見の輝きっていうのを私は透明感というふうに言っているんですね。透明感っていうとなんか単なる美容上の一つのメリットぐらいに思われている方も多いかもしれないんですけれども、実はこれがすごい第一印象に大きな変化を与えるんですね。違いがすごく出たと思うんですけど、やはりお顔の影が少し強調されますよね。ほうれい線だったりとか顎周りとか。ただだんだん人間って、まあ、生物みんなそうなんですけれども、年を重ねるとその透明感というのがやはり残念ながら失われてしまうんですね。それってやっぱりその水分量が
減ってくるからというのがあるんですけれども、私のメソッドでは その、まあ、水分量を色使いによって上げてみせるっていうのがすごく大きな特徴ですね。あのみずみずしさですね、あそこが目標値です。おでこですとか、あと鼻の小鼻のと、あと顎の部分方はもう最後に少し軽くつける程度です。眉毛と目の距離をなるべく近づけると、そうすると奥行きが出て、そして小顔の印象になっていきます。立体感が出るんですね、はい、なのでユミさんの場合も少し眉毛が細めなんですけれども、この下側を描いていきます。眉頭の方の下側から描いていきます。髪の毛で大切になるのは、ここのやはり先ほど言った眉より内側の正面顔のここの部分のボリューム、トップのボリュームで、そして後ろに向かって奥行きが出るっていう、もし分け目がパカッとついちゃうようであれば、少しその分け目を横断するようにこちらの毛を持ってきて分け目を隠す、垂直に持ってヘアアイロンを根元から滑らして、毛先から巻いて、でふわですね、でくることで、やはりこれも顔型を少しキュッと縮める効果がありますね。はい、こちらが仕上がりになります、はい、すごいなんか ふわふわしてるところが女性らしい髪の毛です、はい、頬のシミとか気にならなくないですか。気にならなくなりました。そうですよね、はい、やはりツヤがポイントで、すごく健康的に見えていると思います。この日の後も吉村さんのセッションは続き、由美さんは美への意識をさらに高めることができました。SNS が盛んになり、最近では40代、50代からウェブをベースに起業する女性も増えています。そこで次のスペシャリストはこの人。実はウェブマーケティングに一番大事なスキルは、愛と妄想力なんですね。まあ、簡単にですけど、どういうことなんですか？簡単に言うと、ウェブ上に自分の分身を作る仕事を、ウェブ上に自分の代わりに営業してくれる営業マンを作っていくっていう感じの仕事です。はい、さて、では皆様に質問なんですけれども、ウェブが苦手な人、はーい、ありがとうございます。もう大好物です。すごい難しいイメージです。 Facebook とかブログとかなのかなっていう、詳しいことは全くわからないので、正直これから教えてもらえるのがすごく楽しみです。ウェブマーケティングっていうと、やっぱり基本は SNS、うん、Facebook とか、うん、Twitter とか Instagram とかを使ったマーケティングになるんですけれども、うん、Facebook っていう交流するメディアと、自分の本拠地であるワードプレスと、あとはお客様に営業するのに便利なメールマガジンとか LINE アットとかっていうものを3つ使うことをおすすめしています。ウェブマーケティングとかってよく言われますよね。あとはね、ブランディングっていう言葉もありますよね。あとね、ポジショニングっていう言葉があるんですね。ひとまずはマーケティングっていうと、売り上げを上げたり利益を上げたりする作戦、ブランディングっていうのは皆さんが出会うべきお客様に出会って信頼関係を作っていくための作戦、どの業界の中でどういう、要するに自分の特徴を差別化して発揮して目立っていきますかっていうようなことなんですね。皆さんがもしもビジネスをしていこうと思ったら、一番大事なのってどれだと思いますか？ポジショニング。やだ、大正解ポジショニング、ここら辺にちゃんとテロップ出しますね。ポジショニングってどういうことかっていうと、はい、どのカテゴリーで勝負をするのっていうのがとっても大事で、うん、例えばスピリチュアル系の仕事をしている方が、うんうん、自分はスピリチュアルっていうジャンルだと思ってる人が多いんですけれども、うん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 、でも人の心を直していくっていう意味ではコーチングっていうジャンルに変えてもいいんですよね。なるほど。だからスピリチュアルっていうジャンルなの、
コーチングっていうジャンルなのっていうところで、やっぱりライバルが違ってくるので、自分がどのグループで一番になりたいのかを決めるのがポジショニングになります。まずは集めて信頼関係を深めた中から、まあ皆さんの目的としている行動を取ってもらうことを動かすって呼んでいます。ウェブ営業マン君にはこの3つをやってもらうんですね。ウェブさんってね、24時間365日働かせても一個も文句言わないですね。そう、ウェブマーケティングに大事なスキル、私が一番大事だなと思ってるスキルって何だと思います？あ、すごい今目が合っちゃった私が一番大事だなと思ってるのは愛と妄想力なんですね。そう、妄想力ですね。そう、妄想力って、ね、別にあの想像力でもアイデアでもどんな言葉に置き換えていただいてもいいんですが、私は妄想っていう言葉にめちゃめちゃ燃えるので、なので妄想力っていう言葉を使っています。つまりお客様がね、こんな風にしたら喜んでくれるんじゃないかな、あるいはインスタグラムにフェイスブックにこんな写真を載せたら、わあそれ素敵って思ってもらえるんじゃないかなっていう、そういう妄想がね、実はとっても大事なんですね。でその妄想は愛があれば絶対生まれてくるんですね、っていうところがとっても大事なので、皆さん愛と妄想力はありますか？あります。みんなそのウェブマーケティングをされてる方が、はい、ちょっと知りたいと思うのは、やっぱりアクセス数とかフォロワーの増やし方、はい、それぞれ特徴があると思うんですけれども、はい、何かこうコツっていうかヒントをいただけるのであれば、ちょっとはい、ワンポイントレッスンじゃないですか。はい、お願いしたいです。もうかなりワンポイントになりますけれども、基本的に例えばフォロワーさんを増やしたい、そうですねっていうことであれば、作業としてはやっぱり自分からフォローしてほしい人とか、フォローしてもらいやすい人に自分から先にフォローしに行くっていうのが一番スピードアップできるんですけれども、はい、でまずはフォローをしていくと。そうですね、フォロー、そうすると、あ、誰だろうって言ってこうフォロー返しっていうんですか、してくれたりとかっていうのと、Facebook であっても Instagram であっても自分のプロフィールを書くところがあると思うんですけれども、そこで私はどういう人ですよっていうところをやっぱり整えておくっていうのが大事になりますかね。次に、内面から輝きたいと話していた恵美子さんにローズメソッドと呼ばれるコーチングをしてくれるのはこの人。ライフコーチの上野康美です。どんな風になりたいなっていう何か希望とか、こんな自分になりたいなみたいなのあるんですか？ちょっと自分を、オープンにできないところがあって、その部分を解放したいなと思います、隠してるなっていう感じる部分が少ない人の方が、私としてはこうお付き合いさせていただきやすくて、コーチはもともと質問を投げかけてお客様から答えを引き出すっていうのがメインなんですけれども、私の場合はそれに加えて、この言葉を言ってみてくださいっていうふうに指定して言ってもらうっていう方法も取り入れています。もともと子どもの頃とか何かあった時に、本当は言いたかったんだけど言えなかった言葉、飲み込んでしまった言葉っていうのが皆さん何かしら残っていて、やはりそれが残っていると本来の自分のなんか良さが出てこなかったりするんですね。でその時にその言葉を言ってもらうことで、心が開いて解放されていくようなことが起こってきます。じゃあちょっと、今から言う言葉を言ってみてほしいんですけど、はい、私は上辺だけの人が苦手です。私は上辺だけの人が苦手です。私も上辺だけの人かもしれませんでも私は上辺だけの人かもしれませんあとはもう一個は、はい、私はオープンな人に憧れています。私はオープンな人に憧れています。でも実は私はオープンな人です。でも実は私はオープンな人です。それはどんな感じがしますか？この心の中の感じっていうか、体の感じとか、心がオープンになった気がします。オープンな人になった気がしますっていうかな。実はこの憧れてる人とか、なりたい人っていうのはもうすでに恵美子さんの中にあるんですよ。
あるから、なんかそういう人を見るといいなって反応するっていうかな、心が震えるっていうか、なのでそれをただ認める、私もうすでにそうなんだって認めてあげることがまず一歩で、それでなんか、その何かちょっと上辺だけというか本音を言えないことがあるって言ってましたね。それもしそれで本音を言ってしまうとどうなりそうな気がしますか。なんだろう、嫌われるとか関係が壊れるとかなのかなっていう恐怖みたいなものはあると思います。相手も傷つけないで自分の意思をちょっとこう伝える、うまく伝える方法っていうのが何かあればアドバイスをいただきたいんですけど。そうですね、一つはなんていうんですか、これを言ったら相手に迷惑かかるんじゃないかとか傷つけちゃうんじゃないかっていうのは、大体自分の錯覚っていうんですかね、妄想だったりするので、それは違うんだよっていうこと、思いすぎとか思い過ごしっていうか、そうなんです、ね、考えすぎってこと、嫌われてもいいって言ってみてください。嫌われてもいい、憎たらしいって言われてもいい、憎たらしいって言われてもいい、嫌な人だなって言われてもいい、嫌な人だって言われてもいい、実は私は嫌な人です、実は私は嫌な人です、どうですか、しっくりきます。なので一旦はなんか極端なんですけど、一回こう真逆に触れるって言ってるんですが、もう迷惑かけてもいいって言ってみてもらうんですね。それをいいよってしっくりしてあげると、なんかその言う瞬間はすごく皆さん抵抗があるんですよね、そんなこと言っちゃっていいんですかみたいな感じ、でもそれをスッて言えるようになると、迷惑かけてもいいんだみたいな、ちょっと心が楽になってくるんですよね。そうすると今までできなかったことをできたり、言う勇気が出てきたり、それで実際にやってみると、あ、本当に大丈夫だったじゃないという証拠が、なんか確信に変わる。で、今でもちょっとやっぱりその父との関係は見直さなきゃっていう気持ちはあるんですけど、まだちょっとできてないところがあります。お母さまはそう、そうなんか助けてくれて、手助けしてくれるとか、基本父が言ったことをこうやりなさいっていう感じで言う形だったので、味方っていう感じでもないというか、なんでこう私の中の気持ちとしては、なんだろう、家族にこう心を許すって感じがないんですよね、誰も分かってくれないな、誰も分かってくれないな、もっと甘えたいな、もっと甘えたいな、お母さんに褒められたいな、お母さんに褒められたいな、お母さん認めてお母さん認めて、私頑張ってるよ、私頑張ってる、もっと褒めてほしいな、もっと褒めてほしいな、もっと言いたいことあった、大丈夫、褒められたかった、認められたかったっていう、その時の言えなかった言葉と、悔しさと悲しさがここに今詰まっているのね、だからそれをなんか氷みたいに固まってるから、それをあれやっぱ涙で溶けていくので、それを出してあげる、じゃあそんな感じで、言葉をいっぱい自分にかけてあげて、癒してあげてください、今日はありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってね、頑張ります、これから頑張ります。ズバリ15キロ目指しております。食べながら綺麗に美しく痩せると、どんな方でも1ヶ月でネイティブスピーカーと同じような英語の音が出せるようになります。誰かを抱きしめるときに使う、思い通りのボディにできるなって。なるほど、声優の威力はやっぱすごいですよね。